はい、皆さん、こんにちは。木下と申します。本日は DCU 第3話の解説考察をしていければと思っております。まあ、なかなか衝撃的な展開が今回待ち受けておりましたけれども、突っ込みどころも正直あるなというふうに思いましたので、まあ、だったら変にですね、オブラードに包まないで、突っ込みどころを先にバーッと話をしてしまいまして、だけれども、そういう、ストーリー展開にした意図っていうのは私結構理解できる部分もありましたので、その辺を紐解くことで来週以降改めてドラマを皆さんが楽しんでいただければというふうに思っております。あ、それは来週以降って言いましたけど、来週ね、北京オリンピックでお休みです。来週 DCU お休みなので、再来週になりますので、再来週、一緒に楽しんでいければと思っております。本日全部で7つお話しさせていただければと思うんですけれども、まあ、まず第3話の感想に関しては、多分皆さんと同じだと思います。まず、主要キャスト第3話の時点で、殺してしまうっていうのは、なかなかすごいことをやってくるなというふうには思いました。で、しかも日曜劇場最近常連になって中村アンさん演じる高子を、まあ一種好一点だった DCU のメンバーをここで死亡させるっていうのは、なかなか勇気のある脚本ですし、まあ、なんか先週から、まあね、予告が悪いんだけれども、予告編で、横浜流星さん演じるあのキャラクター、名前忘れちゃった、ごめんなさい。彼が、要はわーって叫んでるシーンがあったんですよね。だからあれによって死亡フラグ的な感じに私もまあ思ったりもしたので、まあ、それは出さなかった方がより衝撃は強かったかなと思うんですけれども、まあ、とりあえずでも、まあ、驚きの展開っていう形で、亡くなってしまいました。なんですけれども、なかなか物語の中には正直言ってちょっとこう突っ込みどころもまあ多かったかなと。今回がっていうのも前回からの一連の流れで突っ込みどころが、まあ、セリフで説明されてる部分もあるんだけれども、ちょっとなーって思う部分が、まあ、正直何箇所かありましたね。なんですけれども、まあ、その流れの中で、まあ、突っ込みどころはあるけど、こういう展開にすることで、まあ、今残された人物たちはこういう心情になっていくので、そうすると、その心情のもとに物語が動いたら、こういうドラマが生まれるよね、とか、そういったその、なんていうんだろうな、脚本家さん側の、各人物の心理描写の構造流れっていうことは理解ができるので、まあなんかそういった形でやった結果ちょっと大味になっちゃったのかなっていう、 うやむやになっちゃったのかなっていうふうに思う部分がありました。でも第3話でこの展開だったんでね、再来週の第4話どういう展開かなっていうのに非常にワクワク感も、多いなというふうに思いました。で、ツッコミどころは正直に2つまあやっていっちゃいましょう。まず、本名忘れちゃった、本名じゃなかったですけれども、まあサンチェスがですね、なんで、サンチェス本名じゃないけどね。まあ、彼が、なぜ前回逃げなかったのかっていうところが、非常にこれはわからんというか、俗にプロットホールかなとは思います。プロットホールっていうのは、まあ、要は、脚本構成、ストーリーテリングにおける矛盾のことでございますけども、プロットホール化しちゃってるなと正直思いました。これ結局、海底から出てきたスマホに、そのチップが入っていて、うんぬんっていう展開今回ありましたけれども、でもまあそうは言っても、結局前回 DCU の活躍がなければ、そもそももう起訴される、送検されるようなピンチに陥っていたじゃないですか。で、あの状況下で DCU が何とかしてくれるって思うわけもないので、それを考えると、確かに前回の殺しはやってはいなかったけれども、まあ疑われている時点でそこで逃げておいた方が多分良かったんじゃないかなと思いますよね。で、結局そのほら、前回の件に関しては無罪であるということが分かって、で日本語学校に行った帰りに、まあ、スマホを盗んでそのまま消えましたよね。で、そのタイミングで、まあ、公安警察側から、実は彼は偽名で入ってきたテロリストの一味でってことが分かりましたけれども、あんなん偶然じゃないですか。だから、もしですよ、もし、その、疑われていた方の、冤罪であった方の殺人事件の、あのタイミングで、実はこいつテロリストなんだよっていうふうに、バレる可能性、危険性って十分にありましたよね。だからそれを考えると、やっぱり前回疑われた、そしたらもう物語展開しなくなっちゃうんだけども、前回疑われた時点で正直逃げるか何かしらのそういったことをしていないとまずい状況だったと思いまして、こんなに綺麗にいかなかった可能性ってのも十分あると思います。だから
まあ、そういったらストーリー成立しなくなっちゃうからねえで割り切ってもいいんだけれども、まあ、警察署に逮捕って任意同行だっけ、例えば警察署で取り調べを受ける前のタイミング、例えばそのもうちょっと疑われているタイミングをもうちょっとこう引き伸ばして、でそれによってそのタイミング警察によし連行するぞみたいななる直前ぐらいで DCU が証拠ありましたっていうふうに言うような展開でも物語としては成立したと思いますので、やっぱちょっとこれはもやるね、プロットホールだな、矛盾があるなというふうに正直思いました。でこっちはまあただのツッコミどころなんですけれども、いや高子さん了解は超えちゃあかんよと、まああの亡くなってしまったことに関してはそういうストーリー展開をすることで視聴者も、まあ、衝撃的な事実になるので唖然と呆然とするので、まあそれはわかるんですよ、それはわかるんですけれども、いや了解超えるってまずいからね、これね、あの車のスピード違反と話違うんですよ。了解っていうのは結局国際法上決められたものでございますので、そこを超えるっていうことは国内法の範囲外に行くこともあるわけですね。だその後あの海上保安庁 の DCU の他の2人が行ったのは、それは結局そのまあ法にのっとって緊急的に行っただとは思いますけれども、ちょっとやっぱ了解超えるのはまずいから、だからそこはやっぱりそのなんていうんだろう、今回一貫、逆に一貫性がありましたけれども、まあ、高子が暴走しすぎなんですよね、今回の第3話っていうのは。だから暴走しすぎているので、ちょっとやりすぎだよね。で、しかもそのままなくなっちゃうんで、なんだかな、ずっとニーナ止めてたのにな、みたいにこう、思う部分っていうのもありましたよね、正直なところ。はい。で、その上で、まあ、理解できることが3つありまして、まあ、その高子が了解を超えた理由なんですけれども、これは、要は、この2人が海上保安庁の船で追ってきてたじゃないですか。なので、結局、領海内でもし、要はサンチェスが亡くなったあの船に、高子が移っても、すぐ後ろからこの2人来ているので、高子を殺す時間、だからあの船にもう1人多分誰かいたんだけども、殺す時間を、その、時系列上作り出せないんですよ。だけれども一回領海を超えることによってこの二人は一回領海内で待機してたじゃないですか。そうするとこの二人の船と高子の船の間に距離が生じるじゃないですか。距離が生じるとこの二人が後から追ったとしてもその間に高子が一人で船内を捜索する時間っていうのが作れるんですよね。っていう風になるとその間に、まあ、あの事件が起きてで高子殺されちゃいましたっていうストーリーを作ることができるので、そのために領海で一回その止まった上で行くっていうストーリーにしたってことはまあ理解ができます。やっちゃダメだけれども、まあ、そういうことなんだろうなっていうのは、まあ、演出紐解くと分かります。の上でサンチェスは殺されていました。で、タカコに関してはもう殺されちゃいましたと。で、これ結局2つの意味を持っていて、もともと公安も DCU も今回の第3話っていうのはサンチェスを追う話でしたよね。だけれども被疑者が死んでしまうことによって結局別の人間が犯人であるっていうことがまあ要は分かるじゃないですか。分かってか、その別の犯人が出てくるんで、そいつは誰って話になるじゃないですか。それちょっとまた後で考察しましょうってなるじゃないですか。っていう意味での話を今後より別の展開に持っていくっていう意味でサンチェスを殺すっていうところはストーリー的に今回あるのはむしろ衝撃的で良かったと思います。で、高子が亡くなることによって、まあ、予告編の映像のセリフにもありましたけれども、トム・グライ合戦という形になりますので、高子のためにもっていう DCU のちょいちょい衝突してますけれども、一応ここでなんていうの、一致団結するきっかけっていうのができるわけでございますので、まあ、それを考えると高子が亡くなることによってまあ、こっちも次のステップに話が進んでいくってところで、第3話でこの衝撃な展開をダブルでやったことっていうのは意義はあるなというふうに思いましたね。はい。で、その上で、ニーナが、まあ、解任されました。これは別にツッコミも何もないと思いますけれども、まあ、いくら DC を辞めるって宣言して、高子が了解を超えても、もともと DC だったメンバーが了解を超えている状態なので、それを考えると、まあ、責任者のニーナが隊長を下ろされるっていうのは至って普通なことです。だけれども、ここでそれを下ろされる理由っていうのは、責任を取って下ろされるってところがメインではなくて、
来週、再来週、再来週の第4話、これによってニーナは独自操作を一人で足を運んでいろんなものを操作するっていう自由が生まれるんですよね。なのでそれによって、まあ、事実が明らかになったりとか、まあ、そこから改めて DCU と協力して真犯人であるとか今後の展開っていうのが作られていくってことになるので、そういった物語的な意味で高子は了解を超える、2人が死ぬ、ニーナが解任されるっていうところはまあまあまあわかるなというふうに正直思う部分もございます。はい、じゃあその上で、まあ、どうなるかなんですけれども、まず誰が殺したか問題ですよね。これね、予告映像がすごくうまく作ってあって、そう、さっき名前ど忘れちゃったけど、瀬能がお前かみたいな感じの怒鳴って胸ぐら掴んでるシーンが予告映像に入ってるんですね。まあ普通に考えれば高子を殺した犯人でしょう。で、じゃあ誰っていう話なんですけれども、まあいろんな考察がされていて、ウェットスーツ着てたっぽい女性っぽいみたいな感じのことが言われていましたけれども、私の予想ではあの高子が女性の、あの結局グルだったあの留学生というかテロリストいるじゃないですか、彼女に写真を順番に見せていった時に、これ漁港の人、これどこどこ、これ日本語学校の人って言っていった中で、最後にサンチェスと写っていたもう一人の外国人と写ってるものに対しては何も言わないで、なんか嫌な沈黙が流れたんですよね。だからその時は知らない人ですっていう意味での沈黙なんだけれども、まあ、演出的には嫌な沈黙だったんですよ。だから普通に考えれば彼の可能性っていうのが高い。あとはあの女が実は港に残ったまんまじゃなくて、なんかあの船に乗ってきたっていうふうにことを言っている人もまあいますけど、まあ、その可能性はあんまりないのかなとは思っています。であとはお前かっていうセリフに対して、あ、 DCU の誰かが裏切ったのかみたいな感じのことを言って、あの考察された方もいますけれども、結局この辺、まあ公安含めてこの辺の面々っていうのは司令室にいたじゃないですか。でその後で、あのあごめんね、さっき大友でじゃこの2人があの要は船に乗っていきましたけれども、でもまあ西野が殺したとかっていうのもさすがにちょっと無理があると思いますので、まあ、その方向性はないだろうというふうに思うので、まあ、お前かに関しては味方である誰かなのかなってミスリードを誘いつつ、まあ、そうではなくて、なんていうの、憧れの高子さんを殺したのはお前なのかっていう、お前なのかだけなのかなとは思ってます。だから別に知り合いではないかなというふうには思いますけど、知り合いのが衝撃的な事実にはなるので面白いんですけれども、まあ人物相関見ていてもちょっとその可能性っていうのはないかな。わざわざ領海越えていったタイミングで殺す必要ないからね、それはないと思いますよ。はい、なので、まあ、テロリストなのかなと。であとはそのテロリストがどうやってあんな海のから逃げたのかに関しては、まあ、ウェットスーツを着ていたっていうようなことを私細かく見れてないんだけど言ってる方もいるので、まあ深く潜れる方がちょっと潜ってちょっと離れたところにある中継の船みたいなところから逃げたっていう可能性とか、まあもしくはまだ隠れていたりとか、あと高子の船で逃げたんじゃないかっていう説とかもありますけれども、それちょっとあの描かれていないので、まあただ推測するだけに過ぎないかなとは思います。まあ、大体そんなとこかな。でね、あとね、来週から、再来週から神田が現場にも来るようなので、一応こう言っていなくなりましたけども、あの、趣里さん演じる神田が入ってくるっていうような感じのようでございます。以上です。まあ、なのでちょっとね、誰が犯人かまでは何とも言えないんですけれども、まあ、考察ドラマっぽくは見えますが、まあ、犯人は来週明らかになると思いますし、第3話でこんだけ衝撃展開してきたんで、来週以降も予想外の展開っていうのは、矛盾ありきで進んでいくと思いますので、まあ、楽しめばいいかなとは思っています。だから重要な、多分考察要素において重要なのは、今回第3話では一切描かれてないんですけれども、やっぱりその過去の話ね、だから要は成合の兄、吉川晃司さん演じる成合の兄とニーナの関係における本来の真実、やっぱりでも今回もニーナを見てるとニーナが悪い人には思えないので、やっぱりだから別のとこに真実があるんですよね。だからそ考察要素は多分そっちだと思うんで、で第3話はほとんどそれが描かれなかったってことを考えると、まあそれは第4話以降また楽しく考察していこうねっていうレベル感かなと思いますので、まあ今日はこのぐらいにしておければと思っております。はい、ということで来週はお休みになりますので、再来週改めてお会いできればと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。